見て、大きなさ、あれがあるよ。ね、横十間川のとこの天神橋です。天神橋。橋を今渡って、これから亀戸天神まで行きます。じゃじゃじゃ、横十間川。はい、後ろに見えるのはスカイツリー。じゃ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 ん。これでここがちょうどね、江東区と墨田区の境目です。はい、じゃーん、スカイツリー。お、何時今。あ、4時半か。4時半だって。ここ天神橋交番。あー、ありがとう。じゃじゃ、見て、交番のところにお花、かわいいね。じゃじゃーん。じゃ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 ーん。よいしょ。雪いっぱいありがとうね、花ちゃん。じゃじゃーん。梅祭り、一応ね、3月6日までなんだね。あ、じゃあ梅祭りとしてはもう終わっちゃってんだね、亀戸天神はね。あ、確かね、ここのお店ね、あの孤独のグルメでさ、やったとこだと思うよ、確か。じゃじゃじゃー、はい、船橋屋さん本店です。じゃじゃじゃー、こ風情があって素敵だよね、船橋屋さん。じゃーん、だって素敵。じゃじゃん、もうすぐだよ。ここまで来たらね、亀戸天神まだ明るいうちに着いてよかったね。 ありがとう、ありがとう。じゃじゃじゃーん、間に合ったよ。じゃあ、じゃあ綺麗な梅見えるね。こっちはさ、なんかさ、お城って感じがする。お城の庭園っていうかさ、あの湯島天神はさ、こう大人っぽい感じだけど、こっちはすごい若々しい感じの亀戸天神。3月6日までです。じゃーん、ほら、じゃーん、来たよ。あー、綺麗。うわー、うわー、綺麗だな。これはちょっと待って、正面がさ、見える見える、あのすごい綺麗。またさ、いつも同じようでもね、全然顔が違うから。ちょっと待って、どうしよっか。いつもはね、この右から行くんだけどさ、正面にね、赤い梅がね、咲いてんのよ。どうしよっか。ちょっと、ちょっと行く？行っちゃう？じゃじゃじゃーん。はい。うわー、かわいい。おー、見える？
と待ってね。わー、かわいい。どうだろう、見えるかな。うわー、かわいいな。すごい、これはすごいよ。みんな見える？見える？これ普通にしてた方が私のこの場合は綺麗なんだよね。これちょっと写真撮らしてね。あげるからさ、後でツイッターで写真見てね。これで、これ大丈夫かな。向こうの方まで見えるかな。見えるかな。見えてる？みんな。おお。じゃじゃーん。これは。また顔が変わって楽しいね。景色が変わって、じゃじゃん。梅ちょっと見えるかな。あとね、ここのところにね、あの紅白のさ、梅が咲いて、ほら、うわー、このね、なんだっけ、太鼓橋のたもとから、またさ、ピンクじゃなくって、ピンクの濃いやつ、見えるかな？ちょっとわかんないか。めでたい、本当にめでたい。あ、すいません、わかんないかな。これ普通にした方がわかりやすい。こんな感じ。ちょっとこっち側からだとわかんない。やってみようか。どうだろう。あ、こっちの方が分かりやすいかね。これね、半分赤で半分ね白なの。すごいゴージャス。あ、これが有名なあれなんだね。紅白の梅なんだね。すごい。あと、あれも咲いてるよ。なんだっけ。椿。うわー、綺麗だな。あ、見て見て、五本天のところも紅白でいいね。赤いの咲いてきたね。すごいすごい。
ちゃ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 、見える見える、言ってくんなかったら私さ今日ね、くんのどうしようかなって、とりあえずもう湯島だけでいいかなって思ってたのよ。来てよかった。もう弾丸3つやったね今日ね、弾丸3つね。あ、はーい、太郎さんはじめまして。今ね亀戸天神に来てるんだけど、見てすごいよ、すっごい綺麗。ちょっとこれ向き変えよっか、見えるかな、ほらこれね、これすごいの。これ一本の木からね、赤と白のね紅白のほら梅の花が咲いてるんだけど、ちょっと分かりづらいかな。これ最高だよね。じゃじゃじゃーん。そしたらね、ちょっと待ってね、こんな感じで、さっきはね湯島天神に行ってきたんだけど、湯島天神とはまた雰囲気が変わってね、こっちはなんかお城って感じがするよ。すごくお城の庭園っていうか神社っていうよりね、じゃ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 、シックな感じだったけど、こっちはすごく若々しい感じがするね。すごい、じゃ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 ーん。うわー綺麗。あ、ここなんか看板できてんね。はい、ちょっとこれ写真撮るね。祈願、広く学問を志す方々の入学就職資格など試験合格祈願祭、成績向上祈願祭を毎朝執行いたしております。ああそうなんだ。授与所に行って学業お守りを、これなんて読むの、お申し込みの日より1年間祈願祭を執り行います。特別商談祈願、ご神前でご祈願いたします。家内安全、商売繁盛、厄除け、病気平庸わかんない、交通安全、学業成就、合格祈願、初宮詣、安産祈願ほか、あ、いろいろあるみたいだね。ん？あ、大島？あ、大島住民の人なんですか、太郎さん。へえ、あ、そうなんだ。すっごい綺麗よ、今ね。最高最高。そしたらね、じゃあどうしようかな、こっち、あ、ちょっと待って、じゃあこっちの赤いのとこの赤いのがね、すごいかわいい。
もう満開だね、満開。ちゃちゃん、見える？こんな感じでね、すっごい綺麗。うわー、来てよかったー。こないだよりね、こうピンクの部分がね増えてるね、こっち。うわー、どうしようかな、どういう風に回ろうかな。ちょっと待ってね、早くしないと日がね陰っちゃうもんね。うわー、あと15分、15分でこれ一周回るのは大変だなよいしょ。じゃあこんな感じで、最高だよね、最高。ぜひね、なんだっけ、お花見にね、いらしてみてください。すごい綺麗なので。今ね、木場の梅もすごい綺麗だったし、亀戸天神の、梅も最高。うわぁ、幸せ。はい、すいません。あ、かわいい。ちゃちゃちゃ、見えるかな？かわいいなぁ。これはなんて読むんだろう、豊後梅、わかんないけど。わあ、かわいい。あ、咲いたばっかりだね、この子ね、かわいい。八重梅ちゃん、急いで。三橋梅さん、うわー、綺麗だね。あ、ここ見えるかな。ちょっとね、この子にね、あれが当たってほしいんだけど。あ、来た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 、かわいいわー。かわいい、ほんとかわいい。けど動画になってるすごい、すごいかわいい。これミワシでいいのかな、ちょっと名前あれそこね。じゃ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 、わー、綺麗。ここのね、しだれ梅ちゃんもほんと綺麗。じゃーん、だいぶ映ってきちゃったけど、じゃーん、でも綺麗だね、すごい綺麗、かわいい。
梅がもうだいぶ終わりの方になってきてるけど、でもまだまだ可愛いよ、すごく。ほら、綺麗だな。うわー、綺麗。見えるかな。綺麗。こんな感じかな、この辺かな、こんな感じ。どうどう。まだやっぱりまだ。見える。イエイ。よっ。あっちだって。こんな感じかね。じゃあ、わあ、綺麗。わあ、ごめんね、もっとゆっくり見せてあげたいんだけど。もうこっちの東門のところはもう終わりだね。ね、東門のところのね、あのしだれ梅はもう終わりだ。めちゃめちゃ綺麗だったよ。ね、ありがとね。来年もよろしくね。すごい。もう終わりって感じ。ね。こっちも終わっちゃったね。わだね、ありがとね。ちょっと待って、あと6分しかない。ちょっと待って、あの全体的にね、お庭の中すごい綺麗綺麗綺麗、すごい咲いてきて、見どころがねすごいいっぱいあるので、すごいよ。わー、すごいよ。わあ、この順番がさ、あの順次っていう感じなんだね。こうあれが終わったら、しだれ梅が終わった頃にこっちのね、あの東門側の梅がね、こういっぱい咲いて、
うわあ、綺麗だな。ほら。綺麗。ちょっと待ってね。うわあ、綺麗。ちょっと待って、じゃあ急ぐね。ほら、うわあ、よかったー。これは美しいわ。梅なんだけど、あ、今日咲いたんだね、この子たち。すごい綺麗。急ぐね。じゃじゃじゃーん。それでこっち側のここ鳥居ね。それでここ正面のところで、なんかね、この太鼓橋も男橋と女橋っていうのがあるんですって。手前があれ、あれどっちがどっちだったかな、ちょっと忘れちゃった、ごめんね。あらー、綺麗。じゃじゃーん。間に合った？間に合った？あ、間に合ったね。よっしゃ。どうだろう。こうがいいか。こんな感じだね。ああ、綺麗だ。ちょっと手が指。時間大丈夫かな。あともう一個。ほら、じゃじゃん、綺麗だよ。綺麗綺麗。うわあ、よかった、間に合った。うわあ、最高だね。最高。わあ。ね、綺麗でしょ。すっごい綺麗なのよ。ほら。うわー、最高。かわいい。見えるかな。ね、すっごいかわいいね。じゃ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 。あ、もう終わっちゃうかな。ね、もうね、みんなのおかげで来てよかった、亀戸天神。ほら、最高。ちょっと待って、最後にもう一回撮らせて。あ、
ダメだ。あれ？最高だったね。ほら、ぜひね、皆さん興味のある方は。